こんにちは、土岡です。ファミコン世界大会続きやっていきましょう。さあ、前回ですね、エキサイトバイクで、これ全然 S 取れませんって言ったらですね、あのプロからたくさん、教えていただきまして、バイクを平行に戻すだったかな、ジャンプの時にバイクを平行で戻す、やってみよう。前のめりになり早く遠くに飛べて、最後着地するときはやっぱり車体をまっすぐにする。あ、違うんだな。前のめりにして着地のときに、平らに。これむずいね、これは。頑張ります。どう？いやー、前のめりにするっていうのがむずいな。よし、いくぜ。あ、いいんじゃない？きたーあのね、感覚でわかる。あ、きたっていう、乗ったっていう取れました、ありがとうございました。いや、教えてくれた方本当にありがとうございますこれ S 取ってくの怖いな2フォロワー達成競争。はいはいはい。あー、上に行くで1段のところっていう感じだね、ジャンプ。はい。ひどいひどい、これはひどいおい、ちょっと待ってひどすぎやろこう、あ、もうすぐ S 取れちゃった。やったね、A ランク以上。まさかあそこでも大丈夫なんだ。1秒で一瞬でいけました。そして次、バルーンファイト、風船1個早割り競争。はいはいはい、ピュン飛んでいって、はい、なるほど。 A 上昇、 B 移動。ちょっと待ってえ、これ連打しといた方がいいのか。おおこれはあのやることがないよね。うん、連打するだけ簡単でした。スーパーキノコ早取り競争、マリオブラザーズ3、いってみましょう。 B ダッシュジャンプ、どこにあったっけ、ここじゃなかった。あー、 A プラキノコ早取り競争、どう行ったらいいんだ、こ上の方がいいのかな。え、ちょっと、えどっちがいい、上でも踏まない方がいいよね多分。あー、ちょっとあそこでブレーキ踏めるかどうかやな。ここで、あー違う、上ルートがいいかなと思ったけど、うーん、自己ベスト取れてんだけどね、ここじゃないのかな。そうじゃないと、でもいやー、自己ベスト更新してるけど S 取れない。これさ、あのもう勢いがついちゃって右に行っちゃう、ほら、おーい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 、あ、来た今せっかく来たと思ったのに。あい、ここ大ジャンプ、ここな。トーン大ジャンプ、あ、来たあー、もうできたらもう今までの苦労が一気に洗い流されるね、本当に。できました、よし。リンクの冒険、魔物3体早切り競争、どういうこと。プシュプシュプシュ、すげえ、なんか投げてるよ、飛び技あり。ちょっとおっせえこっち行く。あ、なんかやられたらやっぱ出なくなってんね、これ。待って、こっち行く、なるほど、
今こっちの相模2発が一気に2体ゲットできる。あれ、ちょっと待って、ん、こっち行くでしょ、相模2発。いやー、これでも4秒か。こっち相模2発、よし、できました。やっぱりね、同時に倒すっていうのがでかいですよね。よっしゃ、次キノコの毒味競争。毒キノコだね。こうやってどこにあんの、はん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 、オッケー。毒食って死ねってか。行きましょう。あー、ミスった。これね。死んだ。なるほど。でここはもう最初はもう無視して大丈夫と。でここな、うーん、エプラ行くよーん。こう、よいしょ。うーん、もうジャンプ、押す、あ、来た、やりました。いきなりストルター 4.3 秒。よし、さあラストですね。一面の初めての吸い込み競争。降りる、吸う、これやることなくない。でも素早く、ちょっと待って、あれあれ、おっそ、ちょっと待って、いいぞ。おかしいの。あ、いいかも。よーし、取れました。やっぱふーって右に行かせるっていうのがポイントでしたね。やりました。よし、エース取れたぞ。がっつりなんか1個進めていきたいね。今日どれにしようかな。教えてもらったエキサイトバイク行きますか。ちょっと全部エキサイトバイクマスター目指してちょっとやってみよう。じゃーん、ワンタイムトライアル。もうね、教えてもらったんで、トラック一周するまで、お手本はどんぐらいなんだろう。まあやってみるか。ジャンプ中に、そうそう、これを教えてくれなきゃ。角度コントロール、あー、なるほど。あー、オーバーヒートしちゃった。はいはいはい、角度コントロールでこんな感じで、あー、なるほど。はいはいはい、おお、結構長くね。マジか。結構長い。でも A プラ取れたわ今ので。なるほど。あのなんか速く、スピード速くなりそうなやつは踏むと、あのテンプが回復するんだ。何がテンプなのかよく分かってないんだけど、ダメだった。これをほら、踏むと回復した。なるほど。あー、ちょっと場所覚えなきゃダメだねこれ。ちょっとおっせ。3秒、だいぶ分かったよ。テンプの位置ポイントだね。いや難しいね。もうめちゃめちゃ集中してんだけど。ここはブーン、ここは前の目って、なるべく設置するときはまっすぐに。これはこのまま行って、設置するときは前、設置するときは前、設置するときは前、設置するときは、はい、よしよしよし、おっと、取れた、やった。設置するときは前、おお、極意ですね、エキサイトバイクの。ちょっとやってみるよ。じゃあエキサイトバイク、トラック2タイムトライアル。トラックを一周するまでのタイムを競う。ちょっと S は今一旦置いといて、ちょっと全部見てみよう。
クリアしてみよう。なんこれ、おわおい、ほうほうほう、すごっ。あーで、こういうの、あー、なるほど、すごっ。ダメなのあれ、ちょ、どうしたらいいんだこれ、むずっ。ああいう風にダブルで行かなきゃいけないと。なんか色が変わってよく分かんない状態になってますね。ひどい。これはポイントがちょっと、どこをどうしたらいいのかのポイントがなかなか難しいですね。相手何をしたらいいのかがマジ、あ、じゃあ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 、後ろのけぞったらいいんか、後ろのけぞってみるか、最初のけぞる、はいはいはい、乗った乗った乗った、こういう時はのけぞって前に進むと。よし、いいぞ。いやー、わかんねえ、あそこ。もう、せめて A は取りたいね。じゃ、 A 取ったら次行くっていう形にしようか。はい。危な。よし。ここ。マジで分からん、どうやったらいいのか。ちょ待って、こう、うわ、転げないという、転げちゃうのきつまあ A 取れましたA ランク以上取った。もう、むずいね。もうここら辺からめちゃんこむずい。トラック3タイムトライアル。行ってみましょう。ウィーリー。はい。ウィーリーは？おぉ。あ、これ、どうしたらいいの？これ、ウィーリーで行くと？はぁ！なるほど。危なっ。よし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 。どうやったらいいのかマジで分からん。むいけい。あ、やべ、ああ取れました。でも面白いけどさ、やること多すぎな。次マスター、え、トラック一周、お手本プレイヤーも見なくていいか、行くぜ、ほらよ。さあどこに来るんだい。まあウィリーのやり方は分かった。おーおーおーおおお、どうしたらいい。おーおーおお、あそこにあったな、あぶなー、ウィリー。あー、もうもったいない。あー、オッケーオッケー。いやー、嘘もうなんだよ草刈りしてるみたいになっちゃうよあそこ。いやー、きつっ、時間かかってる。ずっとこっち側でいいのかな。いや、こっちにいた方がいいのかな。で、ここでこう、よしよしよし、ダメ、こうか、あ、わ、乗んなくていいんだ、そうだよ、わざと乗んなくていいんだよ別に。
ひどい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 。あそこようわからんの。よし、でも取れた。よし。次300レジェンド、すごレジェンド。ちょっと挑戦しよう。え、この競技は最高難易度のレジェンドです。他の競技とは長さや難易度が比べ物になりません。必ず攻略記事を読んで挑んでください。何、攻略記事って何。あ、攻略記事、え、すごー、攻略記事あんの。トラックをかける風になれ、タイムを縮める鍵はターボの使いかなし、ジャンプテクニック、的確なライン取りにある障害物の配置をよくチェックしよう。開始と同時に B でターボを急加速で発進、クールゾーンにある一番奥に移動してしっかりエンジンを冷やそう。あ、だからノーマルで走れってことだ。さあ、チョコをぬかるみを下げ、そのままジャンプ、下り斜面に着地、勢いつけて他の大きな障害を駆け上ろう。あ、手前にやってね、でまっすぐ行ってまた前のめり。3連続の障害物は十分加速した状態ならまとめて飛び越せるぞ。ほう、ターボを使いこなそう。アクセルよりも加速する量が速い、ジャンプ前後の急加速積極的に、ダバダジをオーバーヒートには注意。クールゾーンを見逃すな。クールゾーンを重なるとテンプメーターが大幅に下がり、オーバーヒートの心配がなくなる。そう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 、これは分かってるぞ。ウィリーで越え、2つ目のクールゾーン通過し、ジャンプ直後からフロントを下げ、着地時の姿勢は、角度が合ってないと減速したり転倒する。あ、だから、あ、こう傾斜に沿って自分も着地しないといけない。だからそれが守られてないとコロコロ転げちゃうってことね。ようやくなんか完璧に分かってきました。なるほど。そして姿勢を変えてジャンプ曲線をコントロールしよう。毎回ジャンプで飛ぶ時距離を見極め、それに合わせて飛距離コントロールできる。すげえな、大昔のゲームなのにこんなに考えられてたの。フロント上げると減速、高く飛べる、遠くまで飛べる、加速。なるほどな。上、下、下、下で最後ウィリーは上、オーバーヒートに気をつけて2周したらゴール。オッケー、やってみましょう。うまくできるかな。ほらよ、最初はブーン、あー全然できなかった。でここを取っていいぞ。よし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 、まあまあ、でもこわこわ、だいぶで、だいぶでもね、わかるようになってきたよ。ラップワン、よし。え、うっそ、危なー。よし、こういってこう、よしよし、まあ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 いいでしょう、まあいいひどいうんうんおっせおっせえなー、うーん、やべ、フィニッシュ。あ、でも A プラプラ取れたA プラプラ取れたわ、やった、バッチ獲得しました。エキサイトバイク全ての競技を解放を挑戦したちょ、もう一回だけ本気でやって、ワンチャンS取れねえかな。今みたいに遅くてもいいんだ別に。やっぱ前に飲めって言って最後に着地でちゃんとした位置に行く、これがポイントだな。じゃあもうもったいな、行くぜ、こう前のめり、ちゃあ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 、あそこで前のめりになっちゃダメだよね。山登るんだから、山登る接してるとこに合わせないとダメ。ここ一気に前のめって、そう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 、よし、まあ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 、なんでこここうなるかな。
あ、もったいねえ、もうなんで同じ間違いするかな。ひどいよ、なんでだろう。こんなにやってるのに最初にやったやつが一番早いってやめてよ。ダメ、行くぜ。ふう、こうしてこう前のめり、よしよしよし、悪くない悪くない、よっ、ここはちょっともうこうして、ここはもうしょうがない。クールダウン、クールダウン、まあまあまあいいでしょう。はい、いけ、よし、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ここは落ち着いてこう飛んで、よしよしよし、はい、来た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 、どうや、来い、やったー、エストレさん。やったエストレさん、レジェンドでエストレさん。やったね。はい、ということで今回ここら辺で終わりましょうか。エキサイトバイク一応レジェンドエストレさん、よかった。だいぶねエキサイトバイクを教えてもらって、攻略記事も読んでね、できるようになりました。次回もですね、ちょっとガーッと一気にやってみようかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。